アキアミは桜エビ科に分類されるエビの一種。日本を含む東南アジアの内湾域に生息する小型のエビで、食用や釣り絵などに利用される。標準和名に、アミと名が付くが、桜エビに近い劣気としたエビの仲間である。コマセアミやイサザアミの属するアミ目ではない。また名称が似ているが、オキアミとは異なる。オキアミは、オキアミ目アミ類のプランクトンである。 オスは11から2 4ミ、mm、リメートル、メスは15から3 0ト、mm、ル。体は前後に細長い。生きている時は体がほぼ透明だが、汚染に赤い反転が2つある。死んだ個体の体色は濁ったピンク色になる。第二触覚は体長の約2倍もあり、根元から1、4くらいのところで折れ曲がる。5体ある、不足のうち、第4、第5補脚が退化し、 残り3体はどれもハサミ足である。網類や沖き網類の不足はハサミ足ではないので、この点で区別できる。インド南部、ベトナム、中国、航海、日本の沿岸域に分布する。日本での分布域は、秋田県以南で、富山湾、三河湾、瀬戸内海、中海、有明海などの内湾が多産地として知られる。プランクトンとして、内湾の川口付近を大群で遊泳し、 他のプランクトンやデトリタスを食べる。天敵は魚類、鳥類などである。生息地での個体数は多く、食物連鎖で重要な位置を占める。日本での産卵期は5月から10月までで、メスは交尾後に680-6800個の受精卵を海中に放出する。オスは交尾後に、メスは産卵後に死んでしまう。受精卵は直径 0.25mm ほどで緑色。 数時間のうちに孵化し、ノープリウス3期、前ゾエア3期、ゾエア1期、ミシスを経る。日本の生息地での研究によると、秋網には9から10ヶ月ほど生存して、越冬をする、越冬世代と夏の2から3ヶ月だけで一生を終える、夏世代があり、1年のうちで2から3回世代交代を行うことが分かっている。越冬世代は5から7月に産卵。 生まれた夏世代が7から10月に産卵して死ぬ。また、早いうちに誕生した夏世代からもう一大夏、世代が生まれ、秋に越冬世代を産卵する場合もある。越冬世代は、水温が下がると成熟せずに休眠し、春に成長して産卵する。網の塩から秋網の瓶詰め1980年代頃から、漁獲量は増え始め、2000年代には、 全世界で年間60万トン程度が漁獲されている。1980から90年代には養殖も試みられたが、現在では行われていない。引き網などで漁獲される。漁の世紀は8から10月頃で、和名通り秋に多く漁獲される。塩辛にされることが多く、産地周辺で流通する。他にも佃煮、干物、かき揚げなどにも利用され、郷土料理として扱われることもある。 朝鮮半島では、キムチの風味付けの一つとして、秋網の塩辛が重要な材料となっている。かつては、岡山県の小島湾が一大産地であり、備前の漬け網として名高かった。西業法師の参加集にも謳われ、東京や関西へも坂に移出されたが、小島湾の干拓によって、巨場が消滅したことで衰退した。食用以外に、釣り絵や養殖魚の飼料にも用いられる。 日本では商品名には網エビという商品名が付くことがある。一般的には冷凍物、塩漬物が出回っており、冷凍物は日本水産等が生産し、塩漬物はキムチ料理に使用するものを流用するため、韓国からの輸入物が多い。ありがとうございます。